こんにちは、福祉の未来デザイン研究所の泉です。今日は京都に来ています。久しぶりにこういうスーツ着たんですけれども、ずっと引きこもりがちな生活だったの で今日なんでこんなちゃんとした格好をしているかというと、革靴を履きたかったからですね。久しぶりです。これも僕普段学校で非常勤の、先生とかさせていただいていることも多いので、教壇に立つときはこうやってちゃんとネクタイを締めることが多いんですけども、何度か話してますけれども、そういうオンライン授業に切り替わったので、ほとんどこういうスーツを着ることがなくなってました、今年の春は。で、わざわざこういう格好をしているのは何でかって言いますと、靴磨きをしようと思ったんですね。靴の修理もしようと思ってもう一個持ってきてるんですけども、非常に面白い活動をされている方が、お池通り沿いで靴磨きのお店をやってらっしゃる方がいらっしゃるので、そこを訪れてみようと思って今日やってきました。それでは行きましょうか。今日はちょっとお天気が微妙なんですよね。パラパラ雨が降ってきちゃいました。あんま靴磨き日和じゃないんですけどね、そう考えると。で、三条京阪の駅から歩いて10分ほどのところにあるそうです。本日お邪魔しましたのは、株式会社革靴を履いた猫という靴磨きショップです。鴨川からお池通りを西に歩いて、川町通りに寺町通りを越え、地下鉄の京都市役所前駅を地上に出てすぐのところにお店はありました。こちらですが、働いておられる店員さんの約半数が何らかの障害のある方たちで、靴磨きショップをオープンして今年で3年目を迎えられておられます。さて、というわけで、魚見さんです。はい、よろしくお願いします。今回心よく僕の訪問の対応してくださったのは、代表取締役の魚見さんと靴磨き職人の丸山さんでした。お忙しい中本当にありがとうございます。龍谷大学のご出身。はい、ね、魚見さんとはたまたまお仕事の関係でお知り合いになりまして、僕も同じ龍谷大学の出身ということで、本当無理やりご縁をいただいたような感じで、今回お話をお伺いさせていただきました。せっかく大学の中にあるのに、その障害のある人が1日働いてるだけっていうので、学生とのやり取りっていうのができてなかったんですね。そこを盛り上げようということで、学生団体の先輩から声をかけてもらって、私はその障害のある方との働いてることっていうのを始め、そこで初めてだったので、あんまり関心がなかったんですよね。とにかくカフェを盛り上げてよっていうのを声かけられて、いいですよみたいな軽い気持ちでお手伝いに行ったっていう感じです。教えてあげないとみたいな感じが多分最初はあったんですけど、カフェに入ったらもうめちゃくちゃ忙しいんですね。で、僕入った初日にレジを任せてもらったんですけど、もうすごく行列ができて忙しくて、僕が失敗したりするとみんなが、テキパキ働いてるんですよね。それは普通にすごいなっていうの。このお店の特徴なんですけども、いわゆる障害者施設とかではなく、完全にビジネスとして経営をされているところですね。僕が仕事でよく関わらせていただいているような、障害者総合支援法に基づいて運営されている、就労継続支援事業所や就労移行支援事業所ではないというところですね。カフェに入りまして、でカフェで感じたことが、1時間で働いてる給料ってところが少なかったっていうのがあったんですね。そのこと以上にもっといろんなことができるんじゃないかっていうのは思ったことだったんですね。カフェなんか大学の中にあって、社会に出ていくことを憧れてるメンバーがすごく多かったんですよね。障害のあるなし関係なく、共に社会に出ていく学びの場としましょうということを、社会人になってどういうふうに生きていきたいかとかを議論する時間と、そして何がいいかなというのを模索している時に、カフェのおばちゃんが靴磨きなんてぴったりだと思うんだけどなというのが始まりでした。こういったバーカウンターのようなスタイルで入会しているお店で、あ、こういった靴磨きがあるんだというのを知ったんですね。に修行させてもらいましたね。大学3年生の2月ぐらいだったので、就活が始まるぐらいでした。靴磨きに始まり、様々な活動に広がりを見せておられました。もちろんまだまだではありますけど、他のホテルとかからも滞在して、
ずっと入ってもらいたいっていう依頼が大阪と京都と来てまして、職人が足りないっていう感じになってきたりだとか、他の企業でその障害のある方 の, その育成っていうところを、はいはいはい、あの任せたいという形で任せていただいたりだとか、一般の社員の方の研修っていうのもさせてもらったりだとか、そうですね、今ちょうどオンラインでその靴磨きの指導をしてますね。なるほど。お金のやり取りが苦手で、レジとかもあの毎日レジのお金数えても合わないみたいな感じだったんですね。ですけど、もう今はそのもうずっとお店やって毎日レジ締めもやってくれていて、レジ締めもできるようになりましたし、切符とかも買えなかったんですけど、切符を買ってどっかに集合でやったらできるようになりましたし、なのでできないとか言われることもやってもらう中でできていってるのもありますね、はい、まあ、一人一人も違いますし、一律見るっていうのは難しいなっていうのを感じたっていうのがありましたね。で、あの、ある意味決めつけていたみたいなところが、あの、すごく恥ずかしいなっていうのを覚えて、思ったのを覚えてますね。確かに苦手ではあるんですけど、それできないってことではないなっていうので、その元々持っている可能性をどれだけ引き出していけるかっていうところに僕たちは力を入れてやっていきたいなっていうのを思ってますね。障害のある方と働くことを通じて、ご自身の考えにもいろいろな変化があったとお話しされていました。後悔しないように生きようっていうのは、あの、思うようになりましたね。まあ、自分は無理だとか思ってたりしたこともあったりとか、自分が思ってる意見とかも言わなかったりしてたんですけど、自分が今こうしたいとか思うことをはっきり、それがなるならかいかは別にして言うようにしていたりだとか、でそれであの周りの仲間とコミュニケーションを取れるようになったっていうのはすごく気持ちいいですね。多分目的を持ったってところですかね。挑戦する機会を作っていくことが大事だって発信してたんですよね。卒業したら起業しようというのに切り替えたとか。こうやってお店できてから何年ぐらいなんか、その今2年目、あ、3年目、5年が経って3年目ですね。起業されたのは卒業式の前の日。はい、はい、いや、その起業を決めるときが一番大変でして、経営の勉強もしてないし社会人の経験もないお前がなんでその事業ができるんだっていうのは、こういうこと考えてるってことを話したときに、いや、靴磨きは一般の人でも職人になってないんだから無理だっていうの、その大人に無理って言われるとやっぱ学生とかですごく衝撃が大きいですよね。特にそういうなんか実績がある方とか、その時にどうなんだろうみたいなモヤモヤはありましたね。でも動けたのって何かあったんですか。あ、でもその時にやっぱできるって言ってくれる大人の人もいたってことですかね。それがそのカフェのおばちゃんだったり他の大学の先生なんですけど、迷わずにやれみたいな、はい、本当にあの仲間に恵まれてると思ってまして、立ち上げた方がいいって言ってくれて、立ち上げたら絶対サポートするからって言って、そういう仲間がいるっていうのは本当に恵まれてるなと思うので、だそういう大学、その大学に行ってなかったらこの仲間に出会えなかったので、あの学生の皆さんにもなんか一生の仲間みたいな見つけてほしいなと思いますね。いや、その理念もそのおばちゃんが言ってくれたことなんで、意味わかんなかったですけど最初は。へえ、はい、おばちゃんすごいですね。おばちゃんはすごいですね。ね、端々に今日端々に出てきますね、はい、おばちゃんが。仕事がテレビなどに取り上げていただいて、その映像を見て自分も職人になりたいって言ってくれた方が、もともと10年の引きこもりを2回繰り返してた方なんですけど、働いてくれてる方がおられるんですけども、まあ、そういった方が出てきたように、そういう連鎖を作っていきたいなと、活躍する姿を見て自分もなりたいって言ってくれてる職人が今も他にもいますので、そういったメンバーが活躍できれば、まあ、店舗に限らず作っていきたいなと思ってますね。僕も最初はそれこそ遠慮していて、まあ、言葉がなかなか話せないだとか何かができないっていうんだったら、まあいいよみたいな、で僕がやっとくよみたいな感じ でお客さんの接客は僕がやるから靴はきれいに磨いてねみたいな感じのやり取りしてたんですけど、やっぱそれって本当の意味で協力はできてないと思っていまして、そこを僕はどちらかというと最初は言う勇気がなかったんですよね。それこそ嫌われたくないっていう思いを持ってたんだと思いますね。でもその中でも周りのメンバーとかがちょっとずつそこの殻を破って、
本当にじゃあその本人はお客さんとコミュニケーションを取りたくないのかで言ったら取りたいんですよね、うん、お互いにやっぱりコミュニケーションを取ってほしいだとか取りたいと思い持ってるのならばそこを協力してやろうよっていうのであの何回も何回もあの繰り返し今はそれを引き継いで新しいメンバーが来てくれた時にどうやって誠実にやっていけばいいかというところでぶつかってくれてますので全員が何かチャンスを最初は与えられる存在だと思うんですよね。で僕もその靴磨きっていう仕事をもらい受けて挑戦していく中で、いろんなチャンスをさらにもらってあのいろんな経験をさせてもらったとかあるんですね。最初はその靴磨きを学ぶっていうところの立場からのスタートだったと思うんですけど、今彼らの姿を見て靴磨きやりたい人が増えてるので、そういった形であの今度は勇気をどんどん与えていく立場になってもらいたいという意味で、この理念を変えました。2025年に大阪万博が開かれて、その大阪の万博のテーマが命輝く未来社会のデザインというテーマなんですね。僕たちがやってきたことにすごく通ずる部分があるんじゃないかなというのを思っていまして、命を輝かせた職人がその舞台で何か仕事ができるってことができたら最高だなというのを、そうやって自分たちがやってることをもっと日本中だとか世界の方に知ってもらって自分も挑戦してみたいと思う人が増えることができたら嬉しいなって思いますね。どちらかというとすごく遠回りのことをやってると思うんですよ僕たちは。けどだからこそ乗り越えれたこともたくさんあるので、そこはもっとやっていきたいなと、限られた時間でやっていきたいなと焦らずと思ってますね。与え分かち合う存在へ、株式会社革靴を履いた猫の魚野幸太です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかいい感じかもしれない。ありがとうございます。液体系クリーム。なるほどなるほど。これが磨き目。なるほど。今までなんかその靴磨きって基本自分ではしなくてですね。はい、伊丹空港、はいはいはい、羽田空港に大体そういう靴磨き屋さんある、はい、500円とかで、はい、でしょっちゅうしょっちゅう飛行機乗ってたんで、その時にこう磨くみたいなぐらいの手入れでした。なるほど。皆さん本日の動画もいかがでしたか。ウォーミさんの素敵な人柄が伝わったんじゃないでしょうかね。出会った人たちの影響だったりとか、助けてくれる人への感謝を頻繁に言葉にされていて、そういった謙虚な姿勢がきっと素敵な出会いを引き寄せてらっしゃるのかなと感じました。おー、すごい。ピカピカ。ちなみに今回磨いてくださった丸山さんの技術もなかなかすごかったですね。僕の靴、皆さんご覧になりましたか？本当に別の靴のような輝きになっていて、僕も本当にこう感動しました。今回修理をお願いしたものが出来上がるのも楽しみですし、また今後も靴磨きをお願いしようかなと思った次第です。じゃあ失礼します。綺麗に磨いてもらった靴だからあんまり雨に濡れたくないんですけれども、雨降ってきちゃったからね、しょうがないんで。今日の魚見さんの話とか聞いてても、やっぱたくさんのやっぱ仲間の影響だったりとか、出会った人の影響と、やっぱそこに対して の, その行動力というか、きっかけになってるんだろうなっていうふうにこう思いましたね。なんか話聞いてて僕もこう行動する勇気をもらいますよね。もっと頑張ろうっていう気になりました。まあ、にしてもやっぱその人の話を聞くのは楽しいですよね。今後もこういった動画作りみたいなのはしていこうと思っているので、見て面白かったなと思ってくださる方は、ぜひチャンネル登録とか高評価ボタンを押していただけると非常に励みになります。4時過ぎなんですよね、今ね。急いで帰らないと、保育園のお迎えが間に合わない。ちょっと早足で帰りましょう。ありがとうございました。今日も一日、皆さんにとって素敵な一日になりますように、福祉の未来デザイン研究所、泉でした。ではまた。